改めて戸川さん、はい、まあ、立ち上がりからお話を伺いたいんですけども、はい、本当に最初のシーンがまあ出ると思うんですけども、ここがこの試合のもう本当に大きなポイントだったですね。本当ですね。3人で囲んだ中で岸本選手に突破を許しましたしね、野村選手もよく合わせましたけど、はい、まあ、ここはちょっと横浜市の左サイドの守備っていうのは甘かったですね。で決めたのがまた野村というのが大きかったですよ ね、 まあ、野村選手にとってもチームにとっても非常に大きいゴールでしたよね。もうこれは再三にわたって先ほどから下平監督もリカルド・ロドリゲス監督も言っていましたが、この1点目が大きかったと、はい、そしてこれは左サイドからの攻撃で、これ杉本のシュートなんですけども、はい、やはり徳島の方がこう、そうですね、局面を振ってましたよね。そうですね、振った中でその振った後の攻撃っていうのも、スムーズでしたね、はい、これが、まあ、唯一前半の一番大きいシーンだったんですかね、はい、そうですね、横浜は右サイドで攻撃して、そこからサイドチェンジした中で、はい、松浦選手 の、 発想ですよね、はい、で最後はサイドバックの袴田が上がってきていました、はい、そして後半に入って少しこう、まあ、やり方といいますか変えてきたんですかね。そうですね、横浜はね、少し徳島も引きましたし、はい、まあ、レアンドル選手が入ってきた、あとは少しこうレアンドル選手に簡単に入れて攻撃を組み立てるようなシーンもありましたけどね、はい、そしてこれが惜しかった。いや、これはね、選手いいドリブルでしたよね、まあ、今日は本当に右サイドで潰されてしまいましたからね、左サイドに入って少しいいプレーは見せられましたがね。でこの後なんですよね、失点がね。そうですね、この岸本、岸本選手の持ち出しがうまかったですね。素晴らしいですね。またこれは簡単なシュートではないと思いますし ね、 ただもう岸本選手 0.5 点ですかね。本当にそうですね、はい、まあ、今日はヒーローインタビューといいますか、はい、勝利者インタビューの中で野村選手の声、これはもう当然だと思うんですけども、はい、それとも、まあ、ほとんど同じぐらい岸本の活躍ですよね。そしてこのこれはスーパーゴールです、まあ、横浜市としてはなかなかいい流れっていうのを作れない中でこういう個人の力でゴールを割れるっていうのはやっぱりレアンドル選手大きいですしね。まあ、ちょっと時間的には時すでに遅しというか、もうアディショナルタイムですかね、まあ、やっぱりレアンドル選手のゴールの後ですよね、まあ、どういうサッカーをするのかっていうのが横浜市としてもちょっと定まらなかった印象は受けましたね。なるほどね、はい、もう時間ないから4アピーかなんか前出しちゃってもいいかもね、はい、前出してなかったですね、パワープレーしても良かったと思いますし、そのあたりがちょっと定まらないまま後半進んでしまいましたね。